ギルド君、ちょっと買い物に付き合ってほしいんだけどいい？買い物？もちろんいいよ。オートには俺の方が詳しいし、案内するぞ。よかった。それじゃあお願いするわね。どのお店もすごいね。やっぱり本物のファンタジーの世界だわ。確かにゲームの世界とは違うよな。けどリアルワールドで見るのと似た感じのものも売ってるわね。まあ名称が違うだけでほとんどそのものってやつもあるからな。うん、果物なんて形も味もほとんど同じのがあったりするし。あ、キルト君これ見て。ん、なんだ。懐かしいな。みんなに見られてちょっと恥ずかしかったけど。懐かしい？みんなに見られたって？え、これ懐かしいでしょ。ん、ああ、そうそう、こうしてアスタと一緒によく装備見に行ったよな。嘘、キリト君まさか覚えてないの？覚えてないって何を？だってこれ私たちが昔一緒に着た服にそっくりじゃない。待ってくれ、一緒に着た服ってなんだ？え、もうなんで覚えてないの？一緒にペアルックしたでしょ。ペアルック、ペアルック、ペアルック、ああしたした。そうよ、76層でペアルックしたでしょ。ごめんごめん、全然思い出せなかった。もうひどいよ、大切な思い出忘れちゃうなんて。本当にごめんアスナ、断じて悪気はなかったんだ。そうだ、確かペアルックで歩いたな。あの時は周りの人に冷やかされたりして。あれ、けどなんで俺たちペアルックなんてしたんだっけ。キリト君、それじゃあキリトの記憶の回復が完全じゃないかもしれない会議始めるわよ。本当なんですか？お兄ちゃんの記憶が欠けているかもしれないなんて。まだそうって決まったわけじゃないんだよ、たまたま忘れちゃっただけかもしれないし。けどたまたま恋人との大切な思い出を忘れることなんてあるかしら。確かにそれはあまりにも軽薄すぎると言えますね。やっぱりそうよね。普段なら寂しいけど単なる物忘れってことでいいんだけど、今回はキリト君の意識を取り戻した方法が特殊なだけにちょっと心配なの。セルフイメージ、自己意識の回復のこと？うん、私たちが持つキリト君についての記憶や印象を送り込むことでキリト君は目覚めたでしょ。だからこそ大丈夫なのかなって。つまり私たちが送り込んだ記憶や印象が不十分で全部の記憶が戻ってないかもしれないってことよね。そんな、記憶が完全に戻ってないかもしれないなんて心配です。まずいな、思ったよりも事態がどんどん大ごとになっていくぞ。もはや単なる物忘れかもしれないなどと言えない空気になってきた。第一、俺も確実にそうだとは言い切れないしな。けど思い出せなかったのはアスナのそのペアルックについてだけなんでしょ。それぐらいならやっぱり単なる物忘れじゃない？人間忘れることぐらいあるでしょ。そうなのかな、だったらいいんだけど。まさかシノンが助け舟を出してくれた。あ、確かにそうだよな。でも私もずっとここに来てから気になることがあって。ティーファさん。何よ、気になることって。なんだかお兄ちゃんが前よりもすごくしっかりしてるんです。え？うん、私もずっとそう思ってたわ。キリト君、
一人でいろいろできるようになったし、私が知ってるキリト君とはちょっと変わったもの。いや、それは2年の歳月をかけて俺が成長したからじゃないか。何より喜ばしいことであって心配されるようなことじゃないと思うんだけど。いえ、かなり心配だわ。リズ、まあ大切な思い出を忘れたのはキリトらしいとも言えますが、確かに元々のキリトではない部分があるというのはやや心配ですね。アリスまで何を言うんだよ。キリトは確かにここにいるし、まさか本物のキリトじゃないってことはないと思うよ。ほら、友情もこう言ってるだろ。みんな心配することは何もないって。けど君が大切な思い出を忘れているかもしれないのはちょっと寂しいな。やっぱりそうよね、ユージオ。俺の味方はどこにもいないようだ。こうなったら確かめるしかないわね。キリトの記憶がちゃんと戻ってるかどうか。いや、記憶が完全に戻ってるかどうかなんて確かめようがないだろ。あのキリトさんとゆっくりお話をするのはどうでしょうか。それは名案だね、シリカちゃん。確かにみんなでいろんな思い出を話せば確認できるよね。しかしそんな時間はないですよ。対策本部は常に魔獣の対応などに追われています。それにカラントを切ることができるキリトには常に最前線に立ってもらうことになりますしね。そうね、ゆっくり話してる暇なんてないわ。確かにキリト君は心配だけど、確認するわけにはいかないのかな。ふふん、こういうのは時間をうまく活用してこそよ。時間？夜寝る前とかなら問題ないんじゃない。一体どういうことなんだ。そうですね、すごくいい考えです。物分かりがいいわね、シリカ。ほら、夜寝る前とか昼寝をするときにちょっと話をするぐらいなら時間の無駄にはならないでしょ。だからそういう隙間時間を活用して一人一人がキリトの天幕で一緒に話をするの。なるほど、いい考えだけど、なんで寝る前なの？他の時間じゃダメなのかな。だって他の時間は魔獣討伐とかで忙しいでしょ。暇な時は寝る前くらいしかないわよ。私はとってもいい考えだと思います。修学旅行みたいで楽しそうですし。うん、お兄ちゃんと久しぶりに兄弟水入らずで話したいこといっぱいあるし、やってみたい。いや、そんな寝る前に話すなんて無理じゃないか。眠くなるだろうし、みんなの睡眠時間を削ってまで話をしてもらうなんて悪いって。ん？もし話疲れたらそのまま天幕で一緒に寝ちゃえばいいじゃない。リズ、一体何を言っているのかな。あら、やましいことなんて何もないわよ。これはキリトの記憶の確認のためだもの。リズさん、まさか最初からキリトさんと一緒に過ごすために。さすがというか、なんというか恐ろしいです。いや、本来の趣旨からどんどん外れてるし、第一俺が記憶を失ってるかどうかもわからないだろう。キリトと同じ部屋で寝るのなんて久しぶりで楽しそうだな。そうでしょ、楽しそうよね。ダメだ、純粋な友情がこの輪の中にいることを忘れていた。うん、やはりお前の記憶回復が完全でないということは重く受け止める必要があります。やはりってなんだよ。仕方がない、私もお前に協力することにしましょう。ありがたく思いなさい。アリスさんはキリト君とそんな長い付き合いじゃないわよね。何より聖豪騎士代表として忙しそうなアリスさんに力を貸してもらうのはちょっと気が引けるわ。ほうほう、あなたは私の接触もあってキリトが目覚めたことをお忘れで。もちろん覚えてるわ。でもそれとこれとは別だと思うな。
私も過ごした時間は短くとも、キリトに関する思い出を持っている。故に協力する義務があります。そうだね。それにキリトの背中を押したのはもう一人のアリスでもあるんだ。ユージオ君まで。そういうわけで、私もお前の記憶確認に協力します。いいですね。よし、アリスもユージオも協力してくれるみたいだし、決まりね。で、俺の意思の確認はなしなのかよ。アスナ、なんか意外な方向に話が進んでるけど、いいの？確かにキリト君の記憶が戻っているかどうか心配だし、みんなが力を貸してくれるなら今回だけは許します。なんだかとんでもないことになってしまった気がするけど、確かにみんなの記憶によって意識を取り戻した俺が本当の俺なのか、わずかに不安なことも事実だ。みんなと思い出を語り、欠けた記憶を取り戻すことができるなら、その行為に甘えさせてもらうとするか。